チェンドルは東南アジア発祥の伝統的な歌詞である。チェンドルはインドネシア、マレーシア、ミャンマー、シンガポール、ベトナム、タイなど東南アジア全域で人気のある歌詞である。インドネシアではチェンドルという名前はジャワ語やスンダ語、インドネシア語でコブや突起を意味するジェンドルという単語に由来もしくは関連していると広く信じられている。これは 緑の虫のようなゼリーを飲むという感覚に由来していると考えられる。ベトナムでは、この歌詞は、BNHL トンと呼ばれる。BNHL トンは、ベトナムのチ恵と呼ばれる歌詞では、一般的な材料である。タイでは、この歌詞は、ロッチョンと呼ばれており、穴の通過を意味する。これは歌詞を作る際に、冷水の入ったコンテナや温かい生地を入れてこす。 皇帝から付けられた名前である。チェンドルの基本的な材料は、ココナッツミルク、緑の着色を行った米粉から作るゼリー状の麺、かき氷、そしてヤシ等である。小豆、もち米、戦争クリームコーンといった他の材料を加えることもある。インドネシアの西ジャワ州では、チェンドルは、米の粉にココナッツミルクと、ビンドウ等を加えて作る暗緑色の粘り気のある、菓子である。 これは氷抜きで提供されることが多い。ジャワ語では、チェンドルは、野菜の緑のゼリー状の部分を指す言葉であり、チェンドルに、ヤシトウや、ココナッツミルクを組み合わせた歌詞は、ダウェイと呼ばれる。ジャワで最も有名な、ダウェイは、中部ジャワ州のバンジャルヌ柄のものである。シンガポールでは、西洋の影響を受けて、チェンドルにも様々なバリエーションが生まれており、 バニラアイスクリームやドリアンをトッピングしたチェンドルが販売されている。チェンドルは東南アジアでは料理の欠かせない一品になっているほか、道端の屋台、ホーカーセンター、フードコートで販売されることも多い。チェンドルの屋台はインドネシアのほぼすべての都市で見ることができ、特に首都ジャカルタやバンドン、ジョグジャカルタに多い。ジャワで見られるオリジナルのチェンドルや ダウェイは氷が加えられずに提供されるが、冷蔵技術が導入されて、以降はかき氷を加えた冷たいチェンドルが作られるようになり、非常に人気がある。氷を製造できるようになった後は、それぞれの国において独自のレシピで料理を発展させている。これは、植民地時代、イギリスの冷蔵技術を持った船が氷の供給を可能にしていた村が、ペナン、クアラルンプールといった、 マレーシアの港町において、チェンドルが最も人気がある理由を暗示している。インドネシアとマレーシアでは、チェンドルは一般に、道端の屋台で販売されている。シンガポールでは専用の屋台のほか、喫茶店や、フードコートでも見られる。ありがとうございます。